放送席、放送席、そしてホークスの後半戦初勝利を見届けてくださったホークスファンの皆さん、ヒーローインタビューです。まずは文字通りのスクランブル登板、チームを救いました高橋英明投手です。ありがとうございます。先発の大場投手がわずか8球でマウンドを降りてしまうアクシデントの中での登板でした。どんな気持ちでマウンドに行きましたか？そうですね、もう頭の中は真っ白で、もうマウンドでもちょっと自分でもよく覚えてないぐらいの、はい、感じでした。あの時点で肩は一度作ってあったんですか？いや、まだブルペンに行く前ぐらいだったんで、はい、そこから、はい、急いで作りました。緊急登板でマウンドに行って、まあ、1点は犠牲フライで失いましたが、その後はだんだんと尻上がりに調子を上げたピッチングでした。そうですね、本当に最初、ね、もっといい形で抑えれたらよかったんですけど、まあ、最初本当に自分自身がテンパってしまったので、はい、初勝利を信じてホークスファンが声援で後を押してくれたと思うんですが、場内の声援はどんな風に届いてましたか？そうですね、本当に抑えるたびにストライクが入るたびに、こうファンの皆さんが本当拍手してくれて、宗さんが打っていただいたときに本当に球場が大きく盛り上がったんで、本当鳥肌が立ちました。その後チームは川崎選手のタイムリーで逆転。高橋投手はマウンドを降りるまでノーヒットピッチングでした。まあ本当フォアボールが多いんで、まあ、その辺は、はい、まあ、よかったなと思います。現在は中継ぎ登板を待つ、まあ、ブルペンの一員ですけれども、どうでしょう、かつて経験をした先発のアピールもできたんじゃないですか？そうですね、ファームでもう本当に中継ぎ一本でやってきたんで、まあ、これから中継ぎとしてできればいいなと思ってるんで、はい、あまり考えてないですね。その後は継投で今シーズンの初勝利をもぎ取りました。勝利の瞬間をベンチで見ていかがでしたか？本当に今年チームに全然貢献してなかったんで、何度かこうやって貢献できた時に本当一軍にいてよかったなと思いました。それでは力強い声援を送ってくださったホークスファンに一言お願いします。本当にありがとうございました。これからも頑張るんで応援よろしくお願いします。チームの緊急事態を救いました高橋英明投手でした。さあ続いては今日2本のタイムリーヒット、全打点は川崎選手です。ありがとうございます。まずあのタイムリーの前のお話を伺います。このところなかなかヒットが出ずに苦しんでました。さすがの川崎選手も落ち込んだりへこんだりはなかったんですか？いや、もう全然落ち込まなくてですね、それが昨日は一睡もしてません。さあそして2アウトから今日1軍に昇格したばかりの明石選手のチーム初ヒット、本田選手がフォアボールでつないで回ってきた打席です。あの場面振り返ってください。もうやるしかないと覚悟を決めてここで打たないとと思いましたし、ケンジとポンがつないでくれたチャンスだったんで必ず返すと、そう思って打席に立ちました。タイムリーが出た瞬間のヤフードームのあの爆発のような声援、どんな風に届きました？昨日も打っとけよと思いましたのけどですね、やっぱりファンの皆さんがこんな応援してくれて、僕は一睡もしないけども今眠いんですけど、どんな時も声かけてくれるし、そしてチームメイトいつも声かけてくれて、もう本当にこのチームでよかったと今つくづく思ってます。本当にありがとうございます。昨日眠れなかったのが悔しさからだったとすると、今日はいい眠りにつけるんじゃないでしょうか？今日は爆睡ですね、はい。さあ今度は2打席目の続く2本目のタイムリーを伺いますが、あの場面はどうだったんですか？いや、もうあの場面 もうポン、まあ、その前に森本さんが初球から積極的打法で塁に出てくれたんで、もう僕は絶対返すとそう思いました。いつも思ってるんですけど打てないです時もある。でも今日は
とにかく意地がありました。とにかく意地一本で行きました。さあこれで連敗でスタートした後半戦、ようやくチームは白星を勝ち取りました。いいスタートに、リスタートになるんじゃないですか。もちろんラスト57試合もう一気に行きたいと思うし、今チームの雰囲気も本当にいいですし、もうこれをきっかけにこのまま僕自身もどんどん活躍します。さあいよいよ明日からは首位攻防、敵地での日本ハム3連戦ということになります。ファンの皆さんに力をいっぱいもらって出発しないといけないと思いますので、ここは川崎選手にマイクをお渡しします。皆さん今日はありがとうございました。じゃあおやすみなさい。よし、終わりました。じゃあ明日からちょっと札幌行ってきます。朝早いです。もう早く飯食って今日は寝たいと思うんですけども、どうかこの福岡からパワーを送ってほしいと思います。そのパワーはチェストを送ってほしいです。じゃあ皆さん立ってください。じゃあ行きましょうか。じゃあ最後みんな一つになって明日から僕ら頑張ってきますんで、どうかチェストを送ってください。じゃあいきますよ、腹から声出してくださいよ。いきます、 1,2,3 チェスト。おやっとさん、今日のヒーロー高橋秀明投手、そして川崎選手でした。